さあ今週も始まりましたザ・ヒット磯部君子です。よろしくお願いします。そして今週のゲスト解説は菊本都心プロです。お願いします。はい、よろしくお願いします。本当に毎日暑いですけどどうですか、体調は。バッチです。ですね、本当に見たら分かりました、はい、もう聞くまでもなかったですね、はい、さて今回はどちらの方に。はい、はい、今回は遠征しまして、はい、山口県の川上ダムというところで。これは川上ダムはもう番組では超久しぶりですけれども、はい、ね、どうなったのか。でもこの雰囲気なんとなしに結果が見えるような。じゃあ行きましょう。 VTR どうぞ。おはようございます。遠征してきました、山口県の川上ダム来ました。ワカサギがおる湖です。ちょっと前に大雨とか降って満水になってますね。おるとき水温見たら22を切っておるので、まあワカサギパターンだったら結構深かったりするんですけども、結構ヘルシーな太った魚が多いところなんで、そういうクオリティフィッシュを釣っていきながらでかいのが混じったらいいかなと思ってます。ピザーバーはね、来るたんびにあの水とか違うから景色は全然違うわ。朝だけ涼しいんで、今20度ぐらいは多分今日34度やで、これ予想最高気温。今の釣れんとあかんやろ。うん、釣れんの。超えますね。超えていくんで、ね、ちょっと待ってね。ジャングルウォーカーという基本さんの思ったやつ。飛び出し来ないんですね。飛び出し来るけどね、普通は。あ、18度。でも夏の18やから全然快適やけどね。クラップワザーっていうやつのウェイテッドフックのリグであります。折れてきましたね、魚が。やめた、すごい飛んできた。あれ、釣れバセット失敗したわ俺が。そんなに入ってないね。おります。あっつもう暑いで。こういうとこ浮いてる魚があったらね、こういう下に浮いてるやつがあったら出てくるんだよね。浮いてないんかもしれないわ。もっとあの流れのある奥に行かないと、浅いとこ見ないかも。おるそう、おるそう、めっちゃおるそう。出えんのか。火が当たってるからね。見事で見えんけど、めちゃめちゃ浅いっすわ。そこついてるもんね。ほらん、ほら釣れんでは。一からやり直しやわ。もう切り替えて、もうトップとかしまおう。今は、まあ、一番深いところで9、8とかやってるけど、いつ水増えたか分からへんからどうなんとか思ってんねん。朝のシャローのモードになったからディープをちょっと落ち着いてやることが、切り替えが難しいから。それな、ルーシーっていうワームのフリーリーグです。5グラム。
先に重りが底をついて、後からワームが遅れてヒューってゆっくり降りていくみたいな。ゆっくり落ちて、そこに着くのを待った頃に切ってあげるみたいな。釣りがね、沖の釣りになったら鋭的にどうなと思うんだけど、でも沖の釣りなんのよね、ワグサギのとこ結構なんか魚群というかワグサギが映りましたね。ちょっとメタルリトルマックスやってみますわ。 T 字マッスルってやつの。雨の日とかでまくねんけどねこれはちょっと暑すぎるわ。ブレイク、ワカサギの玉が映るけどね。落ちたんしたかな。これちょっと異常事態だな。何でか言いましょうか。こういうことやってたらさ、ニゴイとかゲドウの魚がいっぱい釣れるんですよ、この釣りは。それさえも食えへんもんね。なんか おかしいよね、だから。全然釣れる感じが全くせえへんな、ほら。参ったな、ちょっとやばいな、これ、ほんま。どうやったかな。やりながら思い出さんと忘れてるからね、めったに来へんから。何も当たらんな。食わんときとことん食わんのよ。慈愛ってありますからね、ほんでもね。ルーシー、フリーリーグ。助け。あー、いい感じ、いい感じ。食えんのか。これ、気が映ってるんですよ、ここに。それを狙ってる、これ、2つ。見えます？見えへんな。え、食えへんの？何や、これ作った。なんで食えへんの、これ。食ったわ。やっと食った。はあ。やっと食べ寄りましたね。ルーシーっていうワームの 5g のフリーリグですね。木に多分糸一回引っかかってたよね。で、その糸がこう引っかかってワームがツルツルツルって上がってきた時にフワッと食べたわ。いや、こんなちっちゃいバス釣れんねや。タフやからね。かなりこう試行錯誤されて、ちょっと1本目まで遠かったというかね。はい、ね、僕自身は1年ぶりぐらいに行ったんですけれども、リザーバーは毎回行くために風景が違う。なるほど。というのはまあ水位が変わるんで、魚の付き場とか、はい、そういうのが変わってくるんで、はい、まあ、そこは逆に探していく面白さっていうのがあるところですけどね。はいはい。この朝一でバックウォーター行かれて行けると思いきやそうでなかったというこれ、結構行く前に雨が降ってね、はい、普段行けないバックウォーターまで行けたんで、はい、魚も喜んで刺してるかなと思いきやあんまりなかった。何開かないやっていう、はい。あとですね、シャロー攻めから急にこうディーブをどんどん行きましたね。この辺釣りのテンポが随分変わると思うんですよ。はい、自分のリズムをね、はい、それ変えていくのがパッとできたらいいんですけどね、はい、そこはなかなか難しいと、ね、なるほど。というところで後半が楽しみです。はい、熱っこの辺に確かな木があって 24.8 度だからめっちゃ暑いで、水温朝22とか言ってたから。来た、木狙った。まあ木やね、木はあんな。金サスペンスしてましたね。バレそうよ。大丈夫かな。大丈夫。ちょっとやばいな。やばいけど、まあ大丈夫やな。うわ、バント。下つけた。やけどしようね。シューティングでしたね。沖にね、木があったなもで、水深で言ったら、9か10から生えてる木で。の4メーターぐらいのところで食いましたね、多分。
あ、綺麗なバス釣れたね。魚ちょっと浮いてるバスやったわ。これぐらいアベレージやねんけどね。フレーク魚結構いますけどね、全然食えへんね。なんでや、こんな前やってロケはいつもそうなるんで。エッサーもいっぱいあるやんな。どうやって食うんやろう。あったった。違うやつか、バスか。バスやわ。これ釣んの一夜で一本目大したぐらいかな。もうボトムつくまでにピューと落ちてるときタンってチア当たりできましたね。はい、あれ初めて普通のところに釣れたね。これだいぶむずいわ。でもほんまに今日朝外してるんで、朝からこういう普通の岬とかやった方がよかった、よかったね。多分結果的には水温がアホみたい上がらないうちになんか全然バス泳いでるやつ何もおらんな、ほらほんまに。あの木が横出しになって、あの上を通っていくことでちょっと無理やな、が浅くて。これで終わりやね。だいたいこういう羽目になるな。食った、乗らなかった。また当たった。おるな、ちっちゃいな、めちゃめちゃ。これ25度になったで、どんどん上がっていくし。食ってるわ。こっち見て走ってた。めっちゃ軽かった、ずっとよいしょ。こっち向いて、レーダー、斜めに竹が入ってますやん。あれに沿ってこうボールさせてたら、こっち向いてどん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 走ってたわ。いつまでたっても軽い、なんで軽いねみたいな。でもなんか金太郎飴みたいな、同じぐらいのばかりずれよ。ちょっともっぺんインレットやってみますわ。木は平行に引けるとかさ、向こう行けるとかって言うけど、行かれへんからこれで打ち込むわ。ヘビーテキサスリー、重りは 17.5g。 来た。あー、何かと、くそ。あー、なかったな。倒すの早かったから、もうちょっと持っていかしなかったかな。絶対涼しいですけどね、こう全部影になって流れ入ってるし。あ、小さいねやね、小さいのが食うねや。何やそれ。ゴミ越えていってもね、やるとかないよね、ほとんどね。ちょっとしか本当の。逃げてきた。あかんて。逃げてきたやつ。ああ、全部逃げてる。ああ。でも朝よりおったな、数が。ちょっとここやって休まして、もっぺん上がるわ。うん、ここにおるやつはな、これぐらいねはね。でもでかいのは一番上やわ。ちょっとトレーラー変えよう。ブラックブラックショー。あ、くさ。あ、
この一番奥に入ったやつがやっぱり魚イケイケ丼なんやけど、どうしてプレッシャーかけるから嫌やわ。くっとくるみた、あっしゃ、あらからくるみた。もう暴れんでいい、暴れんでいいよ。よっしゃ、黒いの来たね。狙いに来てね、釣れたんで。むちゃはでかくないですけど、今日にしたらでかいんじゃないですか、ね、ほらね、食うのが見えましたわ。ありがとうございました。やっと釣り寄りましたね。これな、この木を押さんと上上がれたら木をどんどん自分で押してまうんで、それはダメよ。まだ釣れるわ。でもあと一本多分、もっと大きいの、もっと太いのが骨。ここはちょっと慎重にいかんと。慎重に。お、食ってる食ってる、しゃあない、めっちゃ食ってる。よそ見してたら、ほら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 、よそ見てるかし。どうやって行こうと思って思って振ってたわ。うわ、バレた。あ、惜しかったね。そういうの合わせがちょっと俺弱かったな。あの これをね、どっから通るかなとか変なこと思って思ったんでこの間を全然ダメだ。見えへんけど、おったわ。一番上まで来てもうたわ。あと1等か2等ぐらいしかチャンスがない。 あっこの角っちょに一発入れんとも釣れへん。これ来たらほんま漫画やろ。あー、食えんかったかな、食えんかった。食った食ったわ。食ってる食ってる。食わんかったら言ってた、食ってた。おったおったおったね。めっちゃ行くで。今度は割らせんで。おったな。クワン思ってた。やっぱりおったわ。取り返しましたね。取り返した。ほら、長い。いい魚や。だいぶでかんじゃんこれね。あ、食いに来てる魚、はあ、おりましたね。かかみ、まあ長かん言うてよかったです。ありがとう、はあ、めっちゃ嬉しいよ。いや、本当にお見事でした。もう最後の魚が一番でかい、これがやっぱりドラマですな。はい、ありがとうございます。思ってましたね。そうそうそう、はい、今回のヒットワードのご紹介、はい、まずこちらルーシー 3.21 です。はい、まあ、あの何も釣れてない状況で投入した、はい、フリーリーグでね、投入したんですけれども、はい、あの今年何気に僕が一番釣ってるワームですね。そうですか、素晴らしいな。とにかくは、まあ、バイトがすごい多い。多い。で、あとこれカーリーでロングカーリーでありがちなんですけど、はい、落ちてる時にくるくる回ったりするんですね、ピクッと。なるほど、なるほど、ね、でこのワームほとんど回らないんで、はい、あの糸寄れしないっていうのもすごい釣れる原因だと思いますね。糸寄れしない、はい、なるほど。はい、そうそう、こちらですね、TG ブロー2分の1オンスとキッカーバグ4インチの組み合わせです。はい、まあ、あのワカサギレイクですごく効く
組み合わせですね、はい、あのもう軸番長的にはオファコなんで、まあ、釣れるわっていう感じで使います。本当それは釣れるっていう感じですよね、はいはい。そして最後はですね、こちらカバークリーパー 5.8g とアントライオン 3.3 インチです。はい、バックウォーターに夕方に入り直して釣ったんですけど、はい、朝あの巻き物でチェイスとかあったけど食わなかった、はい、でテキサスリーグでミスバイトあったということで、巻くんじゃなしに打ち込んで、でなおかつ根掛かりしにくいやつであのコンパクトなジグを選んだんですけども、はい、ちっちゃくてもやっぱりジグなんであの食うのはでかいということで選びましたね。なるほど、はい、あと一つお聞きしたいんですけど、ね、最後はあの朝一反応が悪かったバックウォーターにもう一遍入れ直されたでしょ、はいはい、これは選択肢として賞賛があった、あのあるあるで朝全然ダメでも、はい、夕方になったら入ってる時もあるし、はい、まあ、全然ダメな時もまあぶっちゃけありますわね。そういうことですね、はい、あるんだけどもこの時はもう行くとこないんで、まあ、お願いから入ってたって感じで行ったらおったという感じですね。いやでも最後の選択肢そうなんか匂ったんでしょうね。最後に入り出したのが良かったですね。なるほど、はい、さて今回のポイントはこちらです。灼熱のワカサギレイクで夕方のチャンスを逃さずゲットですね。はい、まあ、最後にね、はい、水量が増した、はい、バックウォーターに入り直して、はい、で1回失敗したんですけど、その後別のところに行かんと場を休めて、はい、最後の最後にもう一遍入り直したっていう決断がすごい良かったかなと思うんですね。場を休めるなんていい言葉ですよね、はい、あの今回バックウォーター良かったんですけども、あの基本的には夏のワカサギレイクはやっぱりディープですかね。まあディープ、火が上がっては特にディープは基本になりますよね。今回はあの水が多かったんでバックウォーター良かったですけどね。なるほど、いや本当今回のロケもあっそうでしたけど、テレビおかんの方も熱中症にはお気をつけください本当に、ね、はい、まだ喉乾いてへんと思っても、はい、やっぱり水は飲まんとダメですね、こまめにね、はい、あと塩分は取ってほしいですね。ですね、本当補給補給です、はい、さて来週は清水森蔵プロの登場です。愛媛県の金釈でスーパークリアレイクに挑みますよ。ちょうどプロの金釈は好きなとこなんですけど、長いこと行ってないですね。あ、そうですか。行きたいですね。じゃあ絶対になりますからね。じゃあいよいよ私の出番が来ましたね、はい、来週までさようなら。パッと見てフルマンスイーンスーパークリア見えてますね。めっちゃこっち見てますよ。めっちゃ綺麗からめっちゃ見えますね。バス出ない、割れんといて。